はい、どうも皆さんお疲れ様でございます。ターポンです。ターポンが実況するアースフォーズ、今回第14回目続きの方をプレイしていきたいと思います。今回はですね、前回ですね、ビッグフットなる、大きいねボスを倒したんですけども、どうやらね取り逃がしてしまったと、いうことですので、引き続き今回は強化する回ということでやっていこうかなと。次の反抗作戦まで残り47時間、その間の間に、どれだけ装備を整えられるかということが、大事かなということですかね。ははは、バロン級イーバー、はは、大鳥カバディ、フェンリル、これいきますか。はいはいはい、こっちにもあるんだよね。はは、ローディ、どれがどれだかわかんない。特別戦、耐久戦、イーバー討伐に、はははは、へー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 、アタックプラス3、どれ行こうかな。はあ、ははあ、この辺行きたいね。じゃあちょっと今回最初は、こちらこれ行きましょう。新しいボス級イーバー討伐任務、オートリカバリーとかエネルギープラント会社にてバロン級イーバーの反応者ケルビロス・アシュ・フェンリルと予測させる。はい、わかりました。じゃあ行きましょう。まあケルビロスって言うて任務を開始する、あれでしょ、ワンちゃんでしょ。宝かビームとか入ってくる。潰してやる。危ないね。なんか強いんですけど。あー、三半凍ってます。僕凍ってます。いたー、ちょっと氷強くないかい。危ないよ。硬いね。あ、だいぶ硬い。痛い。ちょっと舐めてた。あぶねー。痛い。痛い。ほらー、いって、雷ってあれか。あ、危ねえ。あんな無理すんなよ。開いたー。あ、なにこれ、どうやってた。なんかね、あれだ、操作が逆だ。ちょっと待って、あぶね。強くないですか。ちょっと強くないですか。またか。死んだ。あ、死んでない。4残ってる。4残ってたよ。ビームが厄介だな。あぶね、衝撃波出んの。ああ、ラスト1機全然減ってねえな。まともに食らった。あぶね、よしよし、左側落としたいね。よし、跳ね返せるからね、ロケットはだいぶ上がってきたよ。危ね、この衝撃は厄介だな。
よいしょ、えいって、あぶねえ、早く壊れろこれ、エキシード使うか、よし、なんか来るぞ、炎だね、あぶねえ、よし次は右側、あの衝撃波が、うぅ、いてぇ、噛まれた、あぶねえ、よし壊した、あとは真ん中だけだろ、これはいけるんじゃないのか、うわ両方に出んのか、やばいやばいやばい、この君危ないよ、危ない危ない危ないあー難しい、あーやばい逆になる、危ね危ね、攻撃するのが難しいな、オッケーオッケー、危ね危ね危ね、あー慎重に行こう、慎重に、エクシード、エクシード使っちゃうよ、で真ん中寄れば大丈夫だね、オッケー、開いてー、気をつけろ、危ね危ね、あと3分の1ぐらいだな、オッケー、えいてー、あぶねー、あぶねー、また噛まれる、やばいミスった、まずいまずいまずい、オッケー、危ないよ、危ないね、はい、かわしてく、いけ、危ね、エクシード、いけー、ブーストがなかった、やばいやばい、エクシード使ってんのにもったいない、危ない危ないよ、なにあぶねえ、危ないよ、あいてぇ、危ないっす、やばいやばい、また来るまた来るまた来る、はいはい、かわしてこっち、 OK、 あれーあれー、まずいかもしれません、危ねえ危ねえ、オッケー、エクシード、一気にいくぜ、やばいやばいっす、あーまたかーい危ねえ危ねえ危ねえ、ちょっと怖い、こういうのに当たってなんかやられるとかって、危ねえ、いけー、やばい、あと300しかねえ、危ねえ、上に飛べば大丈夫か、これ、よしよし、危ないよ、あーともうちょい、あともうちょい、熱い熱い、 OK OK、 上に行くよ、上に、よし、デストでアタック、よっしゃー、すげえ強かった、これより起動する、いやー強かったなー、やっぱボス級の足は強いね、はい、やってきました、ランク S やったぜー、オートリカバリー HP プラス10、いいねー、あー嬉しいです、あー嬉しいです、よしよしよし、
で、そうですね。いろいろね、武装も作れるようになったので、これ作りたいんだよね。これの一個上なんだよね。これ作りたい。はあ、はあ。アサルトスーツ。これも作りたいね。今ちょっとライフスーツってやつなんですけど、こっちの方がね、だいぶ防御力。バトルスーツかな？今持ってるの。ライフスーツか。あ、バトルスーツ持ってるんだけど、強化してね、だいぶ上げてきたんですけど、アサルトスーツ作りたいですね。うわー、強い。ものすごく強い。じゃあ、これ行きましょうか。ローディー7体。これより任務を開始する。はい。イーバ討伐任務6。目標敵、ローディーを7体飛ばすよ。わあ、いいね、これ。このマシンガンはいいね。今までショットガンとか、スナイパー、あ、いい。すごい削れる。ちょっと遠距離的にやるにはいいな。デストロイアタック。このね、チューブに、上がってしまうと、大体、HP どんどん削れてしまうので、その辺もちょっと気をつけたい。いいよ、ま、軽機関銃好きだからね、俺は。まあ、アタックダウンつけてるから、まあ、食らってもそんなに痛くはないので、まあ、その辺はね、うまく戦いたいですね。いい動きしてくるじゃないの。デストロイアタック、いただき。よし、倒した。よし、渡ってって、あと5体どこから来るかな。これ怖えんだよな。前から来るね。よし、バックアタックで。おいてー。よし、デストロイアタック。しびれてます。すごいしびれてます。アイテムゲット。危ない、危ないよ。はい、太陽ほっ。あー、痛い痛い痛い。えいてほらー、オッケー。いや、マシンが強いな。削れるな。削れるのは嬉しいですよ。よしよし、あと3体。3体をエクシーツ使って一気にいくか。エクシードー。あり。よし、デストロイアタック。何？弾を自動落として50発入ってるからね。いいね、かわしてく。硬いんだよね、こいつは。あの辺はちょっとあれだね。ちょっと、なんか、装甲がちょっと残ってる時とかは、よし、倒した。任務完了。これより帰投する。
よしよしよし。いやー、素材集め大事だからね。あ、バスン。よし。ラージチャージャー。アタックプラス3。アタックプラス3は嬉しいですよ。よし、残り30時間。さあ、どんどん行こう。ガッツ。ホーミングブースト。なんか作れるやつあるかな？何から取れるかがわかんないから。作りようがないときって結構あるんだよね。あー、超重工の健康でいいのかな？まあ、鋭利な銃がはさっきのやつで取れたから、多分なんか、拳系ね。拳系ってなんか、なんだったっけな。アサルトスーツ作れるね。あ、アサルトスーツ作ろっか。よし、作れるようになったから作ろう。ガンガン作ろう。イエス。オッケー。これで防御力もだいぶ上がるだろう。この辺はちょっと捨てて解体しようか。武装解体で、これはいらないな。はいはいはい。ファイヤーレジストスーツ、これもいらない。バトルスーツもいらないな。アサルトスーツ作ったからね。で、武装強化で、アサルトスーツで、これはね、壊したやつがいいので、この辺を片端から入れていきましょう。OK。 で、装備画面に行きまして、そうですね、体力下がっちゃうんですけどね、絶対的に防御力を上げた方が多分確率にいいので、これでいきたいと思います。あとはアクセサリー系なんか作れるかな。アクセサリー系、アクセサリー系、マインドアッパー、バーンカット、はあ、はあはあははあ、これね、攻撃、まあ、HP アッパー。あ、これ欲しいな。HP 上昇か。今何つけてんだっけ？バーンカット。ああ、そうだね。一個なんか、HP、黄色い玉と、なんだっけ？黄色いやつと、黄色と青か。黄色と青。黄色と青。なんか出るミッションあるかな？黄色。あ、これ青か。黄色なんかで取れねえかな。黄色。あ、ローレラ足か。これなんだったっけな。これあれなんだよ。得意種なんだよね。はは。S ランク取んなくちゃいけないんだよね。S ランク。ローレラや足か。黄色い玉、黄色いやつ。この辺行くか。ローレラや足はちょっとめんどくせえんだよな。黄色い玉じゃないといけないんだよね、多分。ウィスコンシン。あー、これね、これ結構難しいんだよね。黄色、黄色、黄色。あ、これか。イーバナイの。あー、これか。これいくか。これいきます。ちょっとね、素材集めを兼ねてきたので、任務を開始する。ランク S を取れるようにちょっと頑張ろうか。
よっしゃ、行くぞ。俺やっぱこっちの音楽の方が好きだな。あのクラブミュージックもいいんだけど。よし、で、OK で、こっちに行って最後あそこに行くには多分ぐるっと回らないといけないはずなんだよね。それで上が開くんですよ。で、この状態で行ってもいけないので、こっち側から、ぐるぐるっと上を回っていく感じでいきましょう。そうですね。あの、武器は基本的には刀のこれが使いやすいかなと思いますね。あの、体験いいんですけど、そんなに活躍する場面はないかな。あれ、これどうやっていくんだっけ。あれ、いけなくない。あ、反対側か。反対側だわ。無駄足だわ。やっちまったな。これどうやっていくのが早いんだっけ。下まで降りないとだったっけな。あ、そっか、この状態で。あれ、いけないな。オッケー、これで多分いけるんじゃない。どうだろうか。いけると嬉しいんだけどな。これでこう降りれば、よし。痛いです、痛いです、非常に痛いです。オッケー、痛い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 、めんどくさい、めんどくさい、めんどくさいよ。で、おーイエス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 、おー、痛いです。あー、すごいビリビリしてる、すごいビリビリしてる。 OK で、この先多分降りないとなので、ここで元に戻って、多分これで降りれるんじゃない？よいしょ。はーい。で、こっから降りて、まあ、降りましてですよ。で、ここで多分戦闘になる。え？ちょっと落があったけど、まあいいでしょう。OK、 これで B か。 OK、 よいしょ、エネルギーを回収してと。で、これはこの先、ここでもこれでいけるはずだから、よし、これでいけるな。さあ最後だ。うわー、これ難しいんだよな、こいつら。こいつらはね、非常に厄介ですよ。まあ投げてしまえば、ただね、ミサイル撃つんだよね。おいでででで、でほらいいね、デストロイアタック、いただきます。レベルアップ、さあ一気にこう、反対側がね難しいんですよ。エクシード、よし、終わりだ。ジャパニーズ忍者、
ジャパニーズ忍者は厄介だよ。よし倒した。こいつ動き早いんだよ。よし反対側に行って、これこっちの方のね、何が難しいかっていうと、周りをね掴むのが難しいんだよね。よし、ミッションクリア。もらえるかな、黄色いやつ。バスン A。 A か。あー、でも弾もらえた。よかったよかった。よしよし。昨日未明、ニューヨークでの生存者捜索任務より帰投中の歩兵第二大隊がアンダーグラウンドネットワークを移動中、突如として消息を絶った。この規模の部隊が通信もなく一斉に消息不明となるのは極めて異例である。強力なイーバクラスターが潜伏している可能性を考慮し、我々アンチに大隊の捜索および情報収集任務が発令された。なお、この任務は地球の夜明け作戦とは別任務であり、期限は設定されない。作戦の合間に任務を受ける形となる。注意しろ。はあ、はあ、何、追加のミッションが出てきたってこと？どれだろう、どれだ。アンダーグラウンドネットワーク、あれ、ダークケイブ。はあ、はあはあ、へーへーへー、なるほどなるほど。これはじゃあちょっと次回やろうか。ちょっとね、これやってね、青い玉ね欲しいので、ちょっとこれやりたいなと思います。ちょっとこれやったらね、今回はラストにしようかな。いくぞ。さあ、いくぞ。やばい、これあれだな。あぶねえ、クラブミュージック流れてる。勝て勝て、いけ。おら、まだ来るぜ。やばい、ジャパニーズ忍者だ。もう全体的に硬いな。あぶね。いやいやいや、きついきついきつい。これはちょっとこの時間内30秒で倒すのは無理なんじゃないのか。エキシード。いてててて、いてててて、いやー厳しい厳しい、いやー厳しいですよ。いや無理でしょこれ、どう考えても。いや、いて、いやー、むずいむずい。あー、終わるわ、終わった。これはちょっと難しいね。ははは。でもちょっと青い玉取れるミッションやりたいね。せっかくなんでね。あ、でもこれもらえるんだ。なるほど。なるほど、なるほど。もう一回やってもいいんだけど、せっかくらやってないのやりたいな。青い玉。はは。ヤーバヘッド、ちょっともう一回やろうかこれね。青いともらえるからね。次回その、じゃあ創作任務とやらは次回やる形で、今回行こうかなと。なかなかね、刀はやっぱ武器をちょっと強くしていかないと結構厳しくなってきたなと
そういう印象がありますね。このメインの武器だったんですね、どっちかっていうと。火力がちょっと足りないというか、結構一撃、まあ、やれないことはないんだけど。よいしょ。よいしょっと。まあ、せっかくだから、こいつらも倒す。よし、倒した。よし。危ない、危ない。あー、どこ行くの？あー、次のエリア行っちゃったよ。戻ってきて。こっち寄せようか。はっ。これもどっかに得意師いるんでしょ。得意師倒さなくちゃいけないからな。得意師は本当に強いですね。一撃一撃がまず硬いのと、ね、攻撃パターンも結構読まなくちゃいけないので、まあ、通常のタコ的がね強いくなったパターンなので、そんなに、まあ、厄介な、まあ、いろいろね得意師やられてますけどね。むしろ得意師よりボスのね足の方が結構きつい感じがしますね。であとはやっぱりこのアタックダウンのバフをね武器でつけられるのは、これはありがたい。非常に楽、戦闘が楽になりますね。よーし、ここのはねちょっとだんだんねギミックも増えてきたりとかしてるんでね。よし、よあとはこのエキシード中にどれだけ攻め込めるかがやっぱ大事かな。よいしょ。すげえ、でもなんかちょっと無限コンボみたいな感じになった。まあ銃はちょっとおまけかなって感じですかね。まああえて銃を捨てて二刀流のスタイルで行くっていうのもありなんですけどね。やろうと思えばできるので、それもちょっと考えようかな。二刀流いいんじゃねえのかな。よいしょ、よいしょっと。最後はマシンガンで穴だらけにしちゃった。はいはい、よいしょ。ジャルトは S、 アイニュースキルアタックプラス3、ミッションスキルコンプリート。よし、 OKOK で残り15時間。これ作りたいな。これ何から取れるんだろうな。まあ、最悪これでもいいな。こっちの方が攻撃高いしね。で、何を作りたかったかというとですね。あー、これ緑の弾も入れるのか。これはちょっとじゃあ次回だね。OK、じゃあちょっと今回キリがいいので、ここで終わりにしようと思います。次回は、ね、そこの捜索任務の方をやっていこうかなと思いますので、楽しみにしておいてください。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回も楽しみに。ほんじゃ。またね。